さあ 1P ウルフ 2P パルメン行きましょう。勝敗ね、いや敗者側のね会計勝戦ルドルフパルメン行きましょう。ステージポケスタツまずはステップ戦固定して 21.7% 最初に触ったのはルドルフ。そこからまた静かな立ち上がり、さあ大幅リードはルドルフ。さあ掴みが長くて空中 N そのバンバイキーで空中読んでる。さあそこ取りすぎるあまり空中 N カルメタムス、やはりトリノグのキャラの印象が強いですか。タムスのこの入って変に動作とか、あ、さあ抜けている。さあ空中しろ、この台より空中しろあまりにも優秀。下に投げから弱位置読み合え、横強いい場所で崖外出すのはラフルドルフ。勢い1点読み空中賞、はい、最初に FJ 最初に空中賞、ね、このリレー目いっぱい無理な空中前いやらしいですね。空中者の何やねん、リードを許さないルドルフ。空中上まずは空中への振って威嚇して上スマッシュで半角取っていく、拾えるんですね。ほら怖い読み合い、空中への空中への空中前無限に回っているぞ。さあ着地空中手で暴れて掴んでいるのはパルメサムス。さあこのガキ上がり、アイクというキャラ攻撃での暴れが非常に強いため半端面性能が非常に高いで、そしてダッシュへ対空上ビ着地狩りの形。さあエアリアルファイヤー空中前、さあたまらず崖外拒否してもう一度崖の展開。この横尾優秀ですね。第2のような上尾で暴れて 189% ここまで耐えている。よし範囲外からチャージショット、しかしこのパーセント差空中ショット確定、確認の鬼チェック空中へ。ほら上尾崩れですね。 40% 一気に稼いで、しかしストックは1、ストックだ。空中 N 空中 N の壁弱位置下スマッシュ安全カリグ取っていく。展開が大事ですからね、やはりこうなってくると。いやあの剣チャージストップすり抜けたけど、着地のスカシに対してしっかり暴れて空中しろ復帰阻止の展開空気を間に合っている。アーマーですね、この崖上がりウェビアーマーを生かしてかなり強い敵です。ストックジャンプ上がりから横尾あそこに届くの分かっている。空中へ着地狩り、さあしっかりボムで着地ずらすが空中へ空中へ。ほらガッツポーズルドルフ。さあまずは1本通っていく形、譲る気はない。これは勝者側リベンジあるんじゃないですか。ありますね、全然可能性ありますよ。パルメサムスとしてはここはどんなんととしてでもまずは1本11までもつれ込ませたい。キャラクター変わらずアイクを選択、はい、おっともしかして、そうサムス使いのパルメ選手リドリー使いとしても名を馳せています。来るのか、マルスですね。ルドロー選手キャラが変わっている。
ここで丸先生で。いや、ここは？いや、リドリー？どっちだ？いや、アイリー戻しましたね。リドリー来ました、パルメリドリー。さあ、今大会配信台では初の試み。さあ、キーコンフィグの各チェックですね。サムスとリドリーでちょっとキーコンフィグ違っているようですね。ここで勝てば完全に流れはパルメ選手だが、このままアイクの空中からコンボをつないで撃墜していくのかルドルフ。さあ、修繕さあ、ルドルフアイクバーサスパルメリドリー来ましたね。サムス使いのサムス使いリドリーを使い勝ち。昨日開催されたスマブラサイクロムスでもサムス使いのリドリーさんがリドリーを使ってたりしましたね。さあ、ここで新規戦リドリーでグランドファイナル狙っていくパルメ。さあ、行きましょう。2本目リドルフ VS パルメリドリー。はい、キャラはハイク VS リドリー。ルドルフ選手は変わらず、パルメ選手はリドリーに変えてきました。この体育のデカさ、中 N 攻撃があまりにも引っかかりやすそうだな。おっと、これは横 B をスマッシュ入力した際に戻りでフーダが出ちゃうやつですね。自分の経験があるので分かります。V 字ロケットで崖外まで急で飛んじゃうんですよね。たまーにあるやつですね。この1速リードなんとかものにして、さあ着地がきつすぎて、このデカさと下方向への暴れのなさ、下挙で拾って、この下挙で結構持ってるね。下挙拾えない。アイクの崖つかまりしてなかなかに優秀。空チェーヌ、さあお互い空チェーヌが回転している。回転する空 N 持ってる。 もしかして強い。どこに？まず武器距離を稼いで、ジンクは見せていく。差し返し狙いたいが、下強で拾って、空中しろ。無限に入りそうなサイズしてるな。これは読み合い？ずらしている。打ちる？空中へ。空中へのが飛びすぎて当たらないパターンですね。勇気抜いてその上がり、しっかり逃げる正気。さあ、まずはカイブまで戻し込んだルドルフアイク。 N 下上京。さあ、パルメリドリーこのクーチェルにどう対抗していくか。クーチェル、ここスマッシュ、ガノンと同じモーションで振りかざしていく。この横さ、一滴にお見せさせた時の前回申し訳ない。そう、このアーマーですね。このアーマーが相当に強い。横強、クチェル、ようこそ。さすがにも2度は変わらないですね。対応力、上スマッシュタイプ。このキャラ珍しく上スマッシュが後ろ側から上の方向に出る。ちょっと珍しい上スマッシュですが、このタイプ噛み合って、さあこのクチェルの壁、ルドルフ1本勝者がリベンジとなって、スマブラ SP の大会でデラックス勢2位3位の決勝戦でございます。スマブラデラックスとかいうゲーム、もしかして神ゲーなのでは。